アドベントタイムということで、今日は12日だけど11日が空いてないはず。12ここだ、うん、11日から行こう。11日10開けたっけ。10開けた。そうですか。これはヘーゼルナッツの私のお気に入りですね。これはヘーゼルナッツ。じゃあ後で僕が飲みます。お気に入り飲ませない。なんで12パネトーネか。今年のパネトーネ、まあいつもの毎年のパネトーネ。またブルースプレッソ違うかな、はい、普通のやつ、まあ、はい。パネトーネトリマリエ、トレマリエのパネトーネです。あれ去年もこれじゃなかったっけ。去年違います。パッケージがリニューアルしたんですよ。そう、わかんない。あれ去年これだったような気がするよ。本当に去年から、うん、そんなもん Vlog 見てわかんない。撮ってるから。本当に、うん、じゃあここにしてください。はい。コーヒータイムということで、今日はね片野さんのエチオピアですね。ということでまずはね蒸らしからしていきましょう。今日ね、さっき、まあ、ほんとちょうどさっきなんですけど、まあ、ツイッターでね、ツイッターっていうか X か、X で、E3 ってわかりますかね、エレクトロニックエンターテインメント、なんだっけかな、E、その最後の E 忘れちゃいましたけど、まあ、E3 っていう、まあ、アメリカのね、ロサンゼルスで行われていたゲームの、まあ、世界一大きい、イベントですかね。その、まあ、日本でいう TGS の世界で一番でかいやつ、まあ、海外のゲーム会社とかなんかそういうのがねこぞってその E3 っていうので新作を発表したりとかね、なんかその大きな発表をするみたいな、そういう会があったんですよ。でそれがですね、ちょうどなんですけど、さっきその E3 の、まあここ数年ね E3 っていうのやってなかったんですよね。コロナに入ってから人が集まれないとかなんかそういうのになって、で各社がねもう、まあ、参加していたでっかいところ、でっかいゲーム会社とかが、まあ、自前でね、まあ、6月にやってたんですけど、6月ぐらいに何か新作のね発表するみたいな、そういうような会を開くようになって、まあ、実質ね E3 ってねあまりやる意味ないみたいなこと言われ始めてたんですよ。でそうしたらですね、ちょうど今さっき、まあ、E3 がねもう終わりになりましたみたいな、そういうようなツイート、まあ、正確ではないですけど、まあ、英語なんでねあれなんですけど、そういうようなツイートっていうかポストをしていまして、あ、じゃあ完全に E3 終わってしまうんだなっていうね、そういう感じになりましたね。まあね、なんかその E3 の時期にロサンゼルスに行くっていうのはすごい憧れだったんですけど、まあ、そういうのがねなくなってしまうのかと思うとちょっと寂しい感じがしますよね。まあ、いや、コーヒーをいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん、おいしい。最高でね、まあ全然話変わるんですけど、これねちょっとこんなの、まあウランジのネタがねちょっと続きますけど、まあウランジの通販でいろいろ買ったんでね、それを一個ずつちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、じゃじゃんとここに、まあ、こんなのをねちょっと買ってみたんですよ。これ何かっていうと、まあ同じようなのをねこんな感じで、まあ、これウランジなんですけど、こっちはね、イナテックっていうところが発売している、まあ、ガジェットポーチですね。まあ、同じようなね、似たようなやつなんですけど、まあ、ちょっとだけね、こっちがでかいんですよ。で、まあ、開くとね、
こんな感じ、まあ、このインナーテックのやつはこんな感じで、でウランチの方はこんな感じでね、180度開くんですよ。で、まあちょっとね、場所を変えましょう。これだとね、ここでだと、まあ、よく見えないっていう感じだと思うんで、ちょっと場所を変えてね、せっかくなんで紹介したいと思います。はい、今ねキッチンからちょっと机の方に来たんですけど、まあ、こっちがねインナーテックなんです。もうパンパンなんですよね色で。これがウランチのやつね、まあ、外観から見ていくとこのね大きなところでファスナーがね違うんですよ。このファスナーは普通のファスナーなんですけど、インナーテックのやつで、ここねウランチのやつはこの防水ファスナーなんですよね。まあ、結構ね安心感が強いかなと、まあ、そこまで濡らすっていうことはないと思うんですけど、うん、そういうのがあって、であとねここストラップをつけるところがついてるんですけど、まあ、ウランチにもこれがついてるんですよね、まあ、こちょっと簡略化されてるかっていうか、なんか、まあ、それっぽい感じになってますけどね。でねイナテックも、まあ、ちょっとさっきもちょっと説明しましたけど、こんな感じでねウランチのやつって180度開くんですよ。ガバッとでイナテックのやつはそこまで開かないんですよね。ここまでしか開かないと最大で、うん、まあ、これはこれでいいんですけど、まあ、こっちの方が物を整理しやすいなっていうところがあるんですよ。でイナテックもこの180度開くやつ、うん、というかねこのウランチのやつがねイナテックのやつのパクリみたいな感じなんですけど、うん、ただイナテックのこの180度開くやつにないのはこのね防水のファスナーと、あとこれがねないんですよね。これアウターのこのストラップをつけてアウターのバッグとして使えるっていうね、そういうやつなんですけど、まあ、これがねないんですよ、うん、でこれまあこっちはねこの180度開かないやつにはついてるんですけど、180度ついてる開くやつについてなくて、まあ多分ね180度開いちゃうとこれベロってこれ開いた時に全部落っこっちゃうから危ないからとかいう、そういう理由だとは思うんですけど、まあないよりあった方がいいよなっていうところで、まあこっち側を選んだという感じですね、はい、でねまあこれも同じような、まあ正直ね大きさもそこまで変わんないですし、まあ同じようなやつじゃんっていう風な感じなんですけど、まあ、ただね整理整頓僕そんなに弱くないんで、ガバって開いてくれた方がいろいろとね整理はしやすいんですよ。いろいろとねこういうカメラの充電器だったりとか、これねバッテリーだったりとか、まあ、こういうのをね出先とかで、まあ出先もそうなんですけど、家からねまず旅行に行くとき、まあ、この間とかのこの間ね旅行行ってきて思ったんですけど、その準備をするときに何が入っているかの確認がしやすいっていうのは結構重要だなっていうところがあって、まあ、行った時に忘れ物したりとかね、なんかそういうのってやっぱり困るじゃないですか。せっかく行ったのに現地で焦ってね、あれがないこれがないみたいなことをやるよりは、しっかりとね目視でいろいろとね確認できた方がいいなというところで、でね一応ね変わってるのが、まあ、ここのところがね真ん中開いてて、いろいろ入ってるんですけど、バッテリーとかね、うん、で真ん中のところがねこういう感じでこのベルクロで開くようになってるんですけど、ちょっとマチになってるんですよねこっちね。でこっち側がねマチがあるんですけどちょっと狭いっていう感じですかね。それにここのところに一緒にバッテリーとか挿すようになっていて、ここはねただスポスポって入れられるだけになってるんで、こういうねケーブル類とかはここにみたいなのが、まあ、収まりがいいっていうか、そういう感じになってるんですよね、うん、あとここら辺とかはまあなんか薄っぺらいものとか入れたりとかね、うん、まあカード類だったりとかなんかですね、まあそういうようなものを入れたりとか、あとこういうところバッテリーとかね、こっちかなバッテリーケーブルかなこっちは、うん、とか入れてねたりとかすると、まあ、整理しやすいんじゃないかなというところですね。こういうような感じ
感じてる、うん、っていうのでね、ちょっと買ってみたんですよ。バッテリーとかももうちょっと欲しいな。もう1本ぐらいね欲しいんですよね。意外とまあ1本で足りることがほとんどなんですけど、旅行とか行ってね、あの仲回しとかすると意外とね、あのバッテリーどんどん切れてくるんですよね、うん、まあ、そのためにねこれを買ったりとかしたんですけど、もう1本ぐらいあるとね便利だったり、あとねこういうの、あのソニーのコンデジですけど、コンデジとかもね本当はね、コンデジこの中にね仕込ませて一緒に持っていけるとね便利なんですけど、さすがにパンパンになっちゃうか、あんまりね膨れ上がっちゃうと今度は整理整頓とかそういう問題じゃなくなっちゃうからな、うん、このバッグの中にも、バッグっていうかファスナーの中にも仕切りが入っていて、あれですね、バッテリーとかケーブルとか入れられるようになってますね。こっち側は、ここは下がね全部縫ってあって、上から刺したやつが下に抜けないようになってますね。こっち側は下に抜けるようになってるんですけど、これこっちじゃない方がいいな、こっちの方がいいかもしれない。じゃあ入らないか、あ入るな、うん、こっちの方がいいな。ここはケーブルとかの方がいいかもしれない、こういうこういうケーブル、うん、でそれとあとこっち側には、まあ、メッシュタイプのねファスナーの袋があってっていう感じですかね、うん、あとここにね、ボールペンだったりとか発泡ペン、発泡ペンをこうやって差しとけるところが、まあ、こっちにはないけどね、うん、あると、まあ、こっちにもあったけどね、うん、ボールペンとか意外とねボールペンとか仕込ましておくと便利だったりとかするんですよね。で先でなんかメモりたいとか何かあった時とかに、うん、はいっていう感じでした。でこんなのね買ってみたという感じですね、うん、まあガジェットポーチ他にもあるんですけどね、これが結構前に買ったやつで、これもねこれで便利なんですよ。なんかここのでっかいてか太めの街のところと、あとこっちはねあのちょっと細めのところ、こっち側になんか薄いものを入れたりとか、これはね SD カード入れ、何も入ってないけどSD カード入れだったりとか、そういうのを入れたりとかね、まあ、こっちはもうねこれを買ってからこっちの方が便利なんで、こっちをメインにして、こっちは家のねなんかこういうようにモバイルバッテリーをまず突っ込んどくところ、まあ、普段持ち歩かなかったりとかするんでね、こういう風に入れといて、何かあった時にここから出してこういうのに入れて旅行に行くとかね出かけるみたいなことをやってるんですけど、まあ、それ用の 袋っていうかねバッグみたいな風になってるんですよね。まあ、ガジェットポーチね、あの人によっていろいろと用途が違うんで、そのどれがいいとかね、まあ、僕的にはこのイナテックのやつとかが使いやすかったんで、そのまんまこのねあのウランジのやつに乗り換えるっていうか、まあ、多分これも使うんですけど一緒に、うん、使わなくなるっていうことはほぼないんですけど、まあそれでね、まあ、アップグレードっていうか整理するのにちょっとやりづらいから、この180度全部開くっていうやつを買ってみたという感じですね、はい、まあ少しでもね結構ねガジェットポーチ、その旅行とかよく行く人とかだと探してる人って結構いると思うんですよね、うん、今ってその iPhone、まあ僕みたいにカメラとか持ってかない人でも iPhone とかねスマホとかを充電しなきゃなんないとか、いろいろとねそういう、あとモバイルバッテリーとかね持ち運ばなきゃなんないとか、まあ、そういうのがあると思うんですよ。あとこういうイヤホンとかね、うん、だそういうのにもそういうのを持ち運ぶのにあのこういうねバッグを用意しておくと便利だと思うんで、ちょっとね少しでもガジェットポーチ探しに参考になればいいなと思います、はい、っていう感じで